ちは、中山陽子です。北里大学を卒業して薬剤師になりました。私、精神科も目の前で患者さんとお話をさせていただいていることがあるんですが、不眠とか食欲がないとか、もう訴えている時点でだいぶお疲れになっています。実際に抑うつ状態ってどんな感じだと思いますか？なんとなく言葉では聞いたけど、自分がそれを感じるっていうのがなかなか想像できないと思います。特になったことがない方は、いまいち気分が落ちたな、今日はちょっとやる気ないなぐらいで、次の日には元気になってたりします。ただ本当に悩んでる方はもう毎日同じ状態です。皆さん、病気の方、精神科に通っている方、死にたいっておっしゃってる方もおられます。その中の状態は全然頑張ってないわけではないんです。必死になって生きようとしています。その状態が体験した人しかなかなかわからないということで、元気な方となかなか情報が共有できない状態になっています。落ち込んでないかな、抑うつ状態がないかな、確認していただきたいと思います。ただ抑うつ状態って、やる気がない、声が小さい、もうぐるぐる同じことを考えてて、いつまでもやめなさいみたいな、どうしてもね、職場の上下関係があって、管理職の人から見るともうイライラしたくなるような状態なんですね。もうその仕事してないでしょって言いたくなる、注意したくなるような雰囲気を醸し出してしまうのが抑うつ状態です。本人一生懸命やってます、でもうまくいかないんです。そんなところの中で、抑うつ状態って正しく判断してもらえません。実際に頑張ってるよっていうのを管理職の方も気がついていただけるように、ストレス状態を測っていただけるキットができました。ウェブヘルスドッグって言います。これは初めてストレスの、いいストレスと悪いストレスを測れる機械になっております。こちらペタッと体に貼りますので、こんな小さな機械ですが、丸1日貼っていただけると、体の状態、よく眠れてますか、無呼吸とかで辛い時期ないですか、眠れてますかっていうのも測れます。しっかり眠れることも大事です。本人なかなか気がつきません。ストレスがあるのかないのかも、本人なかなか、いいストレス悪いストレス気がつきません。しっかりデータとして、形として見えるように表になって現れます。いいストレス悪いストレスを色で表してくれるいいものになっております。本人が気がつかなくても、このデータを見ていただければ、客観的に頑張ってるのかな、無理してるのかなが分かるようになっております。試していただけると、本当にこの人が休職しなければいけないほど困ってる状態なのか、そうじゃないのかを判断する一つの結果になります。またストレスを抱えるもとって、ほぼほぼ人間関係です。人間関係ってどうやってうまくいくか知ってますか？自分の行動パターンを知っていただく、それをやっていただくと、人間関係の悩みがぐーっと減ります。その人間関係のもと、何の癖がありますかっていうものをしっかり知っていただくものが、心健康チェックシートというので分かります。タイプ別に判断して、どんなタイプですか、あなたがどんなタイプで、どんな特徴を持ったものがいいですか、どんな特徴で持っていて、どんな対応をしていくと人間関係改善していきますよっていうものを伝えてくれるチェックシートになっております。実際にこんな3種類のパターンになっておりますので、皆さんが覚えやすい形です。自分がどれだったかなって分かった時に、違うタイプの人とどういうふうに付き合ったらいいのかなっていうことも分かります。それを知って実践していくことで、人間関係のストレスなくなっていきます。そうするとメンタルヘルスで悩んでる人ってぐーっと減るんですよ。だったらこの心チェックシートとウェブヘルスドックの解析レポート、一緒に合わさったウェブヘルス心&チェックシート、
ぜひ試してください。自分の今の健康状態が変わります。これはもともと虐待心理研究所の所長の岡田由紀が自分の体験をもとに虐待心理を研究して理論にした岡田式 AC 判別法をもとに作っております。なので虐待、そんなストレスね、あるような言葉ですけど、本当にストレスある方はパターンがハマっております。同じこと繰り返してます。嫌だなぁと思っても繰り返してます。それを人間関係の癖と呼びます。岡田式 AC 判別法を見ていただくと、メンタル不全で復職ができなくなったり寝込んだりっていうことも減っていきます。ぜひこれを体験していただいて自分の悩みを減らしていきませんか。私は薬剤師としてメンタル不全でお薬をもらい続けて通院している方とお話もしております。実際に薬飲んでて何年も治っておりません。なんでかって、もう人間関係で悩んでますから、同じ人と一緒にいたら悩み続けるんです。実際にそこのパターンから抜け出すためには自分がどうするかを変える必要があります。そしてそちらの方が早いです。私も実際に自分の体験の中で家族関係で悩んで薬も飲んだことがあります。病院に行けと言われず飲んだので、それで効くとも思ってないんですが、本当に効かないですからね。全然効かないです。眠いだけです、ね、これが体験からも言えること。もちろんお薬じゃなければ治せないパターンの方もいます。ただ抑うつ感だったり疲労感だったりメンタル不全でお休みされるっていう方は、人間関係で悩んで仕事できないっていうことが多いので、そこさえ治ればメンタル不全の休職者減っていくと思います。できれば職場全体であちこちで体験して、このウェブヘルスドッグと心健康チェックシートを体験していただいて、皆さん自分のパターンを知っていただき、人間環境を良く、職場の環境も良く、楽しく、ね、元気な家族のもとに、ね、笑いを届けるということをしていただきたいと思います。お薬が飲んだら誰かに、ね、助けてもらえるという話ではないんです。薬を飲んだ瞬間だけ眠くなっても問題は解決しません。お酒を飲んで次の日問題解決してましたか？お酒を飲んでぼーっとしているのと、メンタル不全でお薬を飲んでる精神科のお薬とほぼほぼ同じです。ぼーっとして何も考えない、この状態がいいわけではないんです。なのでまずは病気を作らないというための対策として、未病の一環、ね、治療の一環として元気な方もチェックをしていただく、そして病気にならない状態を作っていただくというのが大事かと思います。ウェブヘルスドッグでストレスチェックをパターンを知り、岡田式 AC 判別法で出た心健康チェックシートで自分のパターンを知って対策を立てる、この2本立てで皆様の笑顔を作っていきたいと思います。ぜひお申し込みはサークルラルメシアのホームページ、こちらの URL のところからお願いします。今日はありがとうございました。今一番重要なことは何でしょう。今一番重要なことは何でしょう。自分が病気にならない、自分で自分の健康を知ってですね、病気にならないように知るってことがとても重要だろうというふうに思いますね。多くの人はやはり自分は知りたいけど、あんまり自分の内面を深くまで掘り下げたくない。親のその育てる環境とか、そういうものが家庭を作っているので、それが分かれば、この人が今現状どこに住んでて、どういう仕事をして、どういうことをしてて、何が苦しいかっていうことが私からすると見えてくるわけですよね。この中に心電図と温度計と加速度センサーが入っています。今一般的に睡眠解析と言われているものの、ほとんどの情報はこれで分かります。無呼吸症候群もこれは取ることができまして、できるだけ日本人を病気にしないっていうことが一番重要ではないかと思います。